はい、始めます。はい、それではスタートしましょう。朝もですね、外配信が、まあ特にがまだちょっと詰まってないんですが、おはようございます。おはようございます。いや、あの放送してます。あ、出ますか放送に。ああ、あ、出かけるんですね。あ、昨日あの息子さんに会いました。え、あの息子さんに。あ、そうですか。え、出ますか放送に。ああ、いいよ。インターネット放送。この間お祭り事故、あの、あの、おでしょ。はい、あの、何人かです。あ、そうです。あの人はね、別な牧師ですね。ああ、そうなんですか。はい、でも日本語がペラペラみたいな、ね。そうですね、うん。もう日本にだいぶ長い。ああ、そうですか。先生とはお仲間ですか。そうです。あ、そうですか。皆さんになります。どうぞ。ご覧ください。前の方のみですね。今日はですね、あの土曜日で、あの通りがですね、車が少ないんですね。ちょっとした感じですよね。コメント見てませんでした。はい、イリスケさん、おはようございます。飲み物持参しないの。そうですね。まあ1時間ぐらいですか、そんなにね。足りなく、うまいこと緊張づけはしてる。はい、今は隣の方ですね。まあお隣さんということなんですよ。今日はどうしましょうかね。どこに行きましょうかね。はい、ちょっとそこにベンチが入ってます。ベンチに行って考えましょうか。やはりちょっと音がうるさいので、鳥は良くないでしょうね。うん、ちょうどにベンチがバスが来ちゃうとまずいですよね。よいしょと、とりあえず座りましたね。今日の格好バスの運転手。今日の格好バスの運転手。ちょうどあのバス停のベンチに座っております。町田中のベンチの位置を把握してる。どっかのお寺に喧嘩に。クリスチャンはね、喧嘩しないんですよ。クリスチャンは喧嘩しません。ね、今日はちょっと土曜日なので車が少なくていいかなと思ってるんですが、三角帽子よく似合いますね。不気味な地震が、バス停イリスケさん、小田急止めないでください。バスがキイちゃんを客として勘違いして止まりますね。そうなんですよ。ですからね、バスが来る時間になったらちょっとベンチを立ち上がりますね。バスが来る時間22分ですね。22分、23、22分、
の前になったら教えてください。ベンチ立ち上がります。標識を少し移動させて、そういうことはしないですね。クリスチャンはそういう悪いことをしません。悪いいたずらをしませんね。はい、それではですね、何を話したらいいでしょうか。そうですね、イリスケさん乗ってもいいんじゃないですか。あ、バスに乗る。そうですね、でも電波がですね、多分電波が届かないところに行っちゃうんじゃないかなと思うんですね。ですから多分途中で切れちゃうと思いますね、バス配信。あ、車内配信、そうね、やっぱり運転手の人がダメって言うでしょ。運転手の人がダメって言うでしょ。まあ人があんまり乗ってなかったら大丈夫かもしれないですね。昨日はですね、昨日の夜はですね、元従軍慰安婦の証言集ということで、2人の元従軍慰安婦のですね、まあ告白と言いましょうか、証言と言いましょうか、それをしましたね。重いテーマですが、やはり今日本と日韓関係ですね、日韓関係としてとても大事な問題なの。そしてこれは日韓だけじゃなくてですね、世界に対する、日本が世界に対するね、責任というか、世界に対して非難されていることです。ですからそれはやっぱりちゃんとですね、日本がその問題をしっかり、見つめる必要があると思います。多くの人は勘違いしてますね。多くの人はサタンに騙されてね、慰安婦問題をもみ消そうとしています。多くの人は捏造だと言っていますけど、それは大きな間違いです。むしろその捏造だということが捏造です。皆さんぜひ分かってください。南京大虐殺や慰安婦問題、強制連行が捏造だということがまさに捏造なんです。昨日も言いましたけれども、ホロコーストはなかったというような意見もあるんです。また南京大虐殺がなかったという意見もあるんですが、それこそ捏造ですね。慰安婦問題は政府も謝罪すべきです。はい、もし日本が謝罪しないならば、日本が謝罪しないならば、ずっとこの対立が続くんですね。ずっと対立が続きます。この問題は、大きな日本の損失でもあるし、韓国や中国の損失でもあるんです。しっかり謝れば和解ができるのに、謝らないから戦争の危険性も出てくるし、また経済にもマイナスだし、喧嘩をするというのもですね、ものすごい損害なんだということですね。ものすごい損害。ですから日本にとっても大きな損失です。この間尖閣問題で日本企業が中国からたくさん撤退したという話がありますが、それは日本企業にとっても大きな損失だったわけですね。そういうわけで対立するとか喧嘩するというのは、ものすごく大きな損失です。もちろん経済のだけの問題、経済が
優先するということではなくて、経済より優先するということはもちろんありますけれども、しかし、和解する方がいいに決まっています。平和が大事だということは、誰にも言えることなんです。平和が大事。しかし、もし、敵意があるならば、敵意があるならば謝ることはできないし、敵意があるならば和解することはできません。ですから大事なのは日本に敵意があるということですね。もちろん韓国にも中国の人にも敵意があります。人間は罪人ですから、誰でも罪人ですから、まあ、敵意があるわけですけど、誰でも敵意があるわけですけれども、まさにその敵意を捨てて初めてですね、敵意を捨てて初めて和解ができるんだ、敵意を捨てて初めて平和になるんだという、そして多くの人は敵意を捨てれないわけですね。敵意が良くないってことは分かっても、敵意が良くないっていうことが分かってもその敵意を捨てれないわけです。その敵意こそ罪なんですね。日本が敵意を捨てて町田さんが敵意を捨てません。いや、それはね、相手の問題です。大事なのはまず私たちが敵意を捨てるということが大事なんですね。日本が敵意を捨てれば、向こうの敵意も減ってくると思います。大事なのは日本人は日本の敵意に責任がある、日本の敵意に責任があるということですね。なぜ日本が譲歩するのか、あのね、それは日本のためだということですね。相手のためでもあるけれども、日本が敵意を捨てるのは日本のためなんです。敵意があるということは、敵意があるということは日本のためにならないということですね。日本のためにならない、そのことをぜひ分かってほしいと思います。日本のためには敵意を捨てる必要があるんだよ、日本のためには敵意を捨てる必要があるんだよという、イスラエルの侵略について、イスラエルは侵略してませんね。イスラエルは国連の決議によって建国したんであって、そのイギリス領だったわけですね。 70% パレスチナ地方の 70% がイギリス領だったんですね。そのイギリスから譲渡されたわけです。ですからイスラエルは侵略したんじゃなくて、イスラエルは国連の決議に基づいて合法的に建国したんですね。決して侵略したわけじゃないんです。しかし日本は逆です。日本は国連の決議に従わないで、国連の決議に従わないで日本は国連脱退したんですね。その当時は国際連盟と言いましたけど、国連を脱退して国連の言うことを聞かなかったんですね。はい。昔のことを引きずる、必要がなければね、過去を引きずる必要はありません。だけど今現実に日韓問題がある、日韓問題がある、日中問題があるということは、まだ解決してないということですね。解決してないので、引きずるも何も、現在の問題でもあるんです。要するに、過去の問題、終わった問題ではないんだということ、終わってない問題だということですね。
現在日韓が対立しているということはまだ終わってないので、だからその終わらすために、現代の問題を終わらすために謝罪した方が早く終わるよっていうことです。もし謝罪しないならば、これからずっと続くんですよ、皆さん。ずっと続く。この問題をですね、早く終わる、もし謝罪しないならば、まあ、永久に続くと言ってもいいぐらいかもしれませんね。永久に続きます。そうするならば、身のためにならないんですね。日本のためになりません。日本の不景気もですね、日本の不景気も、この問題のせいもあるわけです。この問題のせいで、日本は行き詰まっている部分もあるんですね。日本は譲渡し続けてきた。あのね、日本はですね、まだ正式に謝罪してませんね。正式に謝罪しないどころか、挑発していますね、挑発しています。あの靖国参拝も、教科書問題も全部それは挑発になってますね。挑発、本当に謝罪するならば、本当に謝罪するならば、そういう挑発行為をやめるべきですね。やめるべきです。やっぱり意外とうるさいですね。意外とうるさいですね。ありそうじゃないですね。もうすぐバスが、もうすぐバスが来るので、バスが来る前にちょっと移動しなきゃいけない。またあの綺麗な花がありますね。ちょっと綺麗な花を見せしましょう。これは何て花ですかね。何ていう花かちょっとわかりません。これはミニバラですね。ミニバラ。ちょっともう少し終わりかけてますね。なんていう花かちょっと。そうですね。ですからイスラエルは侵略ではないということですね。イスラエルは合法的に建国したんであって、決して侵略しているわけではありません。まあ国連の決議でということですね。国連の決議の中で合法です、ね、はい。そして、1948年にですね、1948年に、イスラエルができたんですが、イスラエルができた途端に周りのアラブが戦争を仕掛けました。国連の決議で合法的に再建したにもかかわらず、周りのアラブ諸国が戦争を仕掛けました。それが中東戦争ですね。それが中東戦争です。圧倒的に弱い立場のイスラエルが奇跡的に勝利しましたね。第1次、第2次、第3次、第何時まであるかちょっと、覚えてませんが、
中東戦争は圧倒的に、イスラエルが勝ったんですね。まあ、それは奇跡じゃないかと言われます。なぜイスラエルが、その特別なのかというと、イスラエルは神様が選んだ国で、神様との契約のある国だということですね。神様との契約のある国、それはイスラエルだけなんですね。旧約の契約です。アブラハムとの契約、イサクとの契約、ヤコブとの契約。そのイスラエルが特別な理由は、神様とイスラエルと契約があるということですね。ですからイスラエルはまだイスラエルの神様であるイエス様を信じていないにもかかわらず、まだイスラエルは、イエス様を受け入れてないにもかかわらず、イスラエルはその旧約の契約のゆえに神様から守られていて、奇跡が起きるのです。奇跡が起きます。もちろん、イスラエル人も罪人です。イスラエル人も罪人で、イスラエル人もイエス・キリストを信じなければ救われません。イエス・キリストはイスラエルのメシアですね。イスラエルのメシアで、イスラエル人も、コミュニティバス来ましたね、皆さん。コミュニティバス22分のバスが、座ってなかったので、バスで来ました。もし私が座ってたら止まったと思うんです。座ってなかったのでバスは行きました。よかったですね。かわいいバスですね。ちょっとちっちゃい小型のバスですね。まあ、そういうわけで私たちはですね、まあ、クリスチャンとして、また現代の日本人としてイスラエル問題をしっかり見なきゃいけませんし、また日本人として日韓問題をしっかり見なければなりません。今晩も元従軍慰安婦の証言集その2をする予定です。ちょっとね、あまり聞きたくない話かもしれません。本当にたくさんの慰安婦たち、20万人以上と言われていますね。20万人以上、その慰安婦たちがどれほど、苦しかったのか、ひどい目にあったのか、騙されたのか、性の奴隷にされたか、これはまさにですね、人間の罪を表すんですね。人間の罪。ですから多くの人がね、それを認めたくない理由もわかるんです。それを認めるということは罪を認めるということでもあります。多くの人が慰安婦問題を認めたくないのは、罪を認めてないということを表します。そしてその慰安婦問題をね、それをまあ理解してと言いましょう。その慰安婦たちの証言を信じてね。ああ本当に悪いことした。本当にそういう私たちが直接したわけじゃないかもしれない。昔のね、軍隊がしたんだ。昔の日本がしたんだということかもしれません。しかし大事なのは、その呪いを今も受け取っているということですね。今の現代のその日本人は、
その過去の呪いを受け取っているわけです。ですから、私たちはその呪いをイエス様によって取ってもらわないと。私たちは呪われているんです。ね、まあ、世界中の人が呪われているかもしれません。世界中が呪われているかもしれませんが、日本は日本で呪われているわけです。ですから、その呪いをですね、断ち切るには、その、悔い改めが必要だということですね。悔い改めて初めて、呪いが、断ち切られるんです。皆さん、呪われ続けていいわけありません。私たちは幸せにならなきゃいけません。呪われたら不幸になるんですね。呪われたら不幸になります。今日本はですね、自殺が多いとか、鬱が多いとか、ね、家庭崩壊とか、いろいろ問題があります。それは全部呪いの結果だと思うんですね。呪いの結果、自殺が多い。呪いの結果、鬱が多い。呪いの結果、家庭崩壊している。そういう、呪いの結果があるんだと思います。まあ、韓国は韓国の呪いがあるでしょう。中国は中国の呪いがあるでしょう。まあ、国によってその罪が違うわけです。ですから、韓国も悔い改めなければなりません。中国も悔い改めなければなりません。しかし日本も悔い改めなければならないんです。皆さんが苦しんでいるのは日本の呪いなんですね。皆さんが苦しいのは日本の呪いです。その日本の呪いを私たちは十字架によって許されなければなりません。十字架によって神様に対して和解しなければなりません。そのためにはイエス様が必要なんですね。イエス様が必要なんです。イエス様によって初めて、イエス様によって初めて、呪いが解かれるわけですね。呪いが解かれます。イエス様によって初めて呪いが解かれます。ですから、その過去の問題じゃないんです。過去の問題じゃなくて、現在呪われているということですね。現在呪われている。その現在の呪いから私たちは解放されなければならない。そのためには、悔い改めと、信仰が必要なんだということですね。はい。日本の罪はね、日本の罪は慰安婦問題だけじゃありませんよ。靖国参拝とか、天皇崇拝とか、先祖崇拝、偶像崇拝、不貧困、それから、ね、中絶もそうですね。中絶もそうです。たくさんのですね、罪が日本にはあるんですね。ニコ生はこの放送のために作られたんだと思う。アメン。アメン。俺は9条と反原発を信じています。そうですね。多くのクリスチャンは、9条
を守る立場ですね。そして多くのクリスチャンは反原発ですね。私たちはその、ね、救助が大事とか反原発が大事ということじゃなくて、もちろんイエス様が大事なんですね。イエス様の価値観、考え方が大事なんです。その結果護憲になり、その結果反原発になるということで、私たちの、目的は護憲だったり反原発ではないんです。私たちの目的はイエス様の御心、神様の御心、神様の御心が私たちの目的です。ですから護憲が偶像になってもいけないし、反原発が偶像になってもいけないのです。私たちはしっかりとその本当の目的である神の御心、神の御心が私たちの目的でなければなりません。ぜひ皆さん、分かってください。私たちは、神様の御心を行うべきだということですね。神様の御心を行うべきだということです。僕はダメ人間なので今起きました。悔い改めます。大丈夫です。イエス様は、私たちが弱くても、問題は、弱いからこそイエス様のところに来る必要があるということですね。弱いからこそ、私たちは神様を認めるべきだということです。弱いからこそ神様の力が必要だということですね。ちょっといいもの見つけました。ちょっといいものを見つけました。何を見つけたかというと、台です。台を見つけました。こういういいと思いますかね。あまり遠く離れるとですね、ちょっと音が聞こえないので、あまり遠くはちょっと離れられませんが、このぐらいだったらちょっと声が聞こえると思います。明日から精神、これは偽物だというのを聞いております。クリスチャンって自殺禁止だったっけ？そうですね。自殺は禁止です。はい。ローマ法が靖国参拝して良いと言ってるのに、それはローマ法がですね、偶像崇拝を知らないということですね。ローマ法は偶像崇拝も知らないということの証拠ではないでしょうか。聖書では明らかに偶像崇拝はいけない。偶像崇拝はいけないと書いてあります。はい。はい、それではですね、明かしタイムいきましょうね。明かしタイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、日本には呪いがあるということが分かった。イエス様を信じて、日本はその慰安婦問題で、その罪を認めてないことが分かったかし、日本は慰安婦問題だけじゃなくて偶像崇拝や、不貧困、あらゆる罪を悔い改めてイエス様を信じなければいけないということが分かったです。あらゆる罪を悔い改めなきゃいけないことが分かった証し、スタート。
イエス様と両親のおかげで今日もニート生活を満喫します。遊戯王崇拝やめた。さっきから足元を気にしてますが、蚊がいるみたいな。以前は中間はおかしいと思っていた。しかし今中間の言い分は 100% 正しい。デスメタを聞かなくなった。ポケットモンスターを捨てました。キューちゃんと友達になりたい。いいですよ。僕はこの放送でイエス様の愛を深く認識しました。俺も友達になってほしい。あのスカイプ ID が貼ってありますので、スカイプかけてください。風土が多い日本は冬当たるべきです。エイジさん、アメン。この放送を聞き続けたら糖質が完全に治った。切れたナヨさん、糖質が治った。糖質も悪霊なんですね。糖質の霊、鬱の霊というのがあります。皆さん、悪霊を追い出す必要があるんです。悪霊を追い出す必要もありますね。その人間の公職の霊、ね、淫乱の霊が慰安婦問題を起こしてるんですね。公職の霊、会員の霊、淫乱の霊、それが慰安婦問題を起こしました。そしてそれは現代もあるんです。現代も公職の霊が日本や世界中を支配しています。自分に取り付いた悪霊を取り払ってください。信仰を持って信仰を持って、その放送を聞くならば悪霊が出てきます。信仰を持って放送を見てください。客観的に通行になるからなんか恥ずかしい。イエス様のおかげで今日は休みです。イエス様からお金の振り込みがありました。アメン。加齢臭がひどかった。新興サウナで体臭が完全になくなった。アメン。イエス様のおかげで早起きできるようになりました。イエス様みたいに美しくなりたい。
新候補者のおかげで毎日が幸せです。昨日の放送を見てイアンプの証言が 100% 正しいと確信したアメン。もうイエス様なしでは生きられません。油葬儀最高アメン。イエス様を信じたら人生を順調に滑ってます。もうそう 100% 慰安婦謝罪、もうやりきるしかないさ。イエス様を信じてありのままの自分になるの。オイラをどん底人生から救ってくれたイエス様めちゃ好きやね。アルコールで人生台無しになりました。今からでも間に合います。今からでも間に合います。以前は神を憎んでいた。しかし今は俺を苦しめていたのはサタンだということが分かった。神様じゃなくてサタンが苦しめていた。サタンに騙されていた。そのことに気づくことが大事です。神様は良い方で神を憎んではいけないのです。悪魔が神を憎んでいて悪魔が神を憎まさせようとしているのです。そのことに気づいてください。神様を憎んではいけません。悪魔が皆さんを苦しめているんです。韓国のクリスチャンは日本を恨んでないのですか？多くのクリスチャンは日本を許していると思いますね。許してないクリスチャンもいるかもしれません。でも原則としてクリスチャンは許します。クリスチャンは許します。韓国のノンクリスチャンの人は、日本を許してない人がいると思います。嫉妬心を悔い改めます。自信を持ってありのままの自分でいたいですね。ゆりすけさん、自信を持ってありのままの自分でいたい。イエスキリストを信じると、自信を持ってありのままで生きることができます。イエス様を信じると自信を持ってありのままで生きることができます。イエス様が許してくれるので、本当のアイデンティティ、それはイエス様が許してくださる、イエス様が認めてくださる、それが本当のアイデンティティなんですね。我が人生にイエス様を信じて一片の悔いなし、一生一緒にいてくれやイエス様。以前は十字架アレルギー、今十字架依存症。2と15年やってますが、イエス様が希望をくださいました。アメン。政府もイエス様を信じて慰安婦に謝罪してほしい。アメン。日本刀を振り回さなくなりました。
日本兵はですね、日本兵は日本刀を振り回してたくさんの人を殺したり傷つけたりしました。まさにそれが日本の悪霊ですね。日本の悪霊、多分ですね、昔ですね、江戸時代とか、戦国時代に、日本人がたくさん日本刀で、ね、人を殺したと思うんです。戦で日本刀でたくさん人を斬りました。その悪霊がですね、その悪霊が今度はアジアの人たちを殺したんだと思いますね。日本の悪霊と日本刀と関係があるということですね。日本刀を振り回して人を殺すというのは、日本の悪霊だと思いますね。日本の悪霊、イエス様こそ最高の愛の持ち主です。イエス様こそ最高の愛の持ち主です。まあアメリカは逆にですね、銃の悪霊がいると思いますね。銃の悪霊、アメリカは、開拓時代に銃でたくさんの人を殺し、たくさんのインディアンを殺したので、そういう銃の悪霊っていうのがいるんじゃないですか。銃の悪霊、はい、バスが来ましたのでもう一度座りましょう。バスが来ました。よいしょ。じっと見てますね、ゆりすけさん。安倍総理は退陣すべきです。どうしてお寺に伝道しに行かない？聞く耳がなければダメなんですね。信仰っていうのは聞く耳がないと、ダメです。皆さんはある意味ではですね、この部屋に来たということは、皆さんこの部屋に来たのは偶然ではないんですね。皆さんがこの部屋に来たのは聞く耳があるわけです。聞く耳があるから皆さんは、この部屋にいるんですね。聞く耳がなかったら皆さんはこの部屋にいないわけです。そういうわけで私たちは伝道するときにですね、そういう聞く耳のある人に、聞く耳のある人に伝道するべきですね。聞く耳がある人に伝道するべきです。ごめんなさい、ちょっと今あと10分ありますね、はい。天の父がこの部屋を導いてくれました。はい、それではですね、残り、10分ですが、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ。
多くの人がですね、その苦しんで生きていますね。苦しんで生きています。何のために生きているかが分からず、なんで苦しんでいるかが分からない。ですから、その苦しんでいる理由を、伝えているわけです。なぜ人間が苦しいのか。それは、私たちは神様によって作られて、霊的な存在だということですね。単なる生物ではない。進化してできた単なる動物ではなく、人間というのは霊的な存在であったということですね。霊的な存在というのはちょっと難しいんですが、私たちはこの、その神様、悪魔、天使、悪霊、そういったですね、霊的な存在に影響されているということです。私たちのこの生活、人生は偶然ではないんです。皆さんが存在することも偶然ではないし、皆さんが生まれてきたのも偶然ではありません。これは霊的な理由があるということですね。霊的な理由がある。そして皆さんがその霊的な理由を知らないで、ただ見える世界だけ、偶然たまたま、自分がただ生きている、偶然生きているならば、それは虚しい人生になってしまいます。虚しい人生です。多くの人が虚しいのは自分が偶然だと思っているからですね。偶然だと思っているから虚しいのです。でも皆さん、喜んでください。皆さんが生きているのは偶然ではないんです。偶然ではなくて神様によって作られ、神様によって導かれた、神様によって愛されている人生だということです。その神様を見失っていることが、神様を見気がつかないことが、それがサタンに騙されていて、サタンによって生きていることが虚しいということを思わされて、それが苦しみの原因だよということです。サタンにネガティブな気持ちを与えられて、あ、自分は生きる価値がないんだ、自分は意味がないんだ、自分の人生に意味がないんだと思わされているんです。そうではないんです。皆さんの存在は素晴らしい存在で、すごい可能性があるということですね。神様に巡り会えたのは霊的な恵みです。皆さんはそのイエスキリストを信じるというのはその苦しみから脱出する唯一の道だということです。イエス・キリストを信じるということは、サタンの束縛から解放される唯一の方法だということです。イエス・キリストを信じるというのは、その神の裁き、呪いから脱出する唯一の道だということです。多くの人はそれを知らないで、その苦しみの中に留まっていますが、クリスチャンというのは、その苦しみから脱出して、人生が変わった人たちです。証タイムの時の証は、そのように、イエス様を信じて解放された証であり、救われた証であり、苦しみがなくなった証なんですね。苦しみがなくなった証です。ですから、まだ、それを体験してない人は、体験することができるということですね。まだ体験してない人は体験することができるのです。それでは、招きをしましょうね。招きをしましょう。あ、おはようございます。どうも。今放送してます。インターネット放送です。だから、いろいろ詳しいな。散歩ですか？床屋来たの。あ、床屋さん、もうやってますか？いや、まだやってない。まだやってないですよ。そんなのと散歩してるの？そうです。毎朝ですね、こうやって放送しながら散歩してるんです。いいですね。なんか質問していいですか？まだお仕事されてるんですか？
来てるんですよ。ちょっとね、病気が、腰が痛かったりしてね、あ2週間ぐらい休んだった。入院してたの。あ、入院してたの。あ、そうです。大きな治らなくて。お宅もやってるのか。いや、私はね、もう歯医者辞めました。歯医者辞めたけど、目視、目視やってます。目視の方が。はい。これもね、あの、電動でですね、うん、あの、目視の仕事なんです。あ、仕事に役に立つんですか。はい、これでね、あの、インターネットで伝道してるんですね。で、たくさんの人にこう、まあ、イエス・キリストを信じるようにですね、あの、伝道してるんですがね。お客さん多い？ですね、今ですね、延べですけど、延べこの放送に来た人が745人ですね。745人。はい。結構多いですね。結構多いですね。どうですか。はい。もうなくちゃ、なくちゃならなくあれになったんですか。はい。もうなくちゃならないようなあれになって。そうですね。あれは上の方があれば家どうされたの。あれはね、あの、兄が相続しましてね、うん、その兄が貸し屋として貸してます。あ、兄かも。はい。お医者さんでしょ。はい、あの、歯科医です、ね。共同かどっか。共同で。共同ですか、はい、お父さん。あ、この後やったらいいの。紹介してもいいですか。うん。あの、職業とか。なるほ、あの、先生の仕事。どれにしようかしら。あの、ね、聞いてる方。いや、しなくて。いいですか。私もね、はい、もうね、今年いっぱいけどやめて、息子がやるかもわかんない。あ、そうですか。うん、息子がやる予定でいるんだけど、ちょっとまだ決まってないけど。ああ、そう。多分やります。あ、そうですか。もう今年いっぱい、もう80過ぎですからね。あ、そうですよね。でも、随分、あの、現役としては長いじゃないですか。そうですよね。ねえ。あの、先生と誕生日が同じなんですよ。11月23日。男はもう何年なの？年は63。やめて。やめてから13年。あ、そうですか。そんなでもないですね。はい。どうぞ、生きがいありますか？生きがいありますよ、うん。もう本当にね、喜んで生きてます。イエス様を信じるとですね、あの、幸せになります。そう思うんですか？やっぱり、こうやって病気になるとね、はい、そういう感じになりますね。あ、なりますか？何か信じるものをないと。はい。ぜひね、イエス様を信じてください。私も腰痛でしたけど治りましたから。はい、イエス様を信じるとですね、病気も治りますので、ぜひ。まあ、そのうちまた。はい、はい、あの、礼拝も日曜日10時半からやってますので、もし関心がありましたらぜひ礼拝に来ていてください。はい。礼拝何人が来ますか。10人から15人ぐらい。やっぱこの近くの人、遠くの人も、遠くからも来ます。教会はできないの？教会、一応。何ですか？キリスト教の何？プロテスタント。プロテスタント。はい。新教。新教ですね。はい。あ、そろそろ終わっちゃいますね。若い人が多いですか？そうですね。若い人が多いですね。若い人が多いです。はい。まあ、それじゃまた。はい、それじゃまた失礼します。ご覧ください。またそのうちやったら。はい。はい、あの方はですね、あの、近所のですね、耳鼻科の医者ですね。耳鼻科の医者。あ、終わりですね。じゃあ、ちょっと祈る時間。天のお父様、感謝します。どうぞ、今日の放送で、たくさんの方がイエス様を信じます。イエス様を信じて、イエス様を信じて、その、救いを得ますよ。救いを得ますよ。多くの方が、その、日本の罪というものに気づいて、一緒に、日本の罪を悔い改めるようになりますように。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。アメン。それじゃあ皆さん、失礼します。シャローン。